はい、商店街散歩のマサです。本日はですね、浅草に来てます。今回ですね、かなり渋い商店街見つけたんで、まあ、紹介していこうと思うんですけども、ここ浅草はですね、まあ、雷門とか、仲見世通り、名所がたくさんあるんですね。でこの浅草はそんな名所いっぱいあるんですけど、なんと日本最古っていうものがたくさんありまして、まあ、例えばですね、日本最古の商店街仲見世通り、まあ、これ前回散策したんで、ちょっと動画を見てもらえればと思うんですけど、他にもですね、日本最古の遊園地花屋敷、日本最古のバー神谷バー、日本どころかですね、東洋最古の地下鉄の駅でもある浅草駅があります。まあ、こんなにもですね、日本最古のものがあるんですけど、今回行く場所がですね、ここに見えてるんですけども、日本最古の地下街、浅草地下商店街、これに行ってみようと思います。まあ、相当なレトロスポットだと思うんで、まあ、ぜひ楽しみにしておいてください。まあ、とりあえず話はこの辺にしておいて、ぜひ行ってみようと思います。それではどうぞ。はい、それではですね、浅草地下街に行ってみようと思います。こんな感じでね、なんかモグラのキャラクターが看板に描かれてます。モグラの地下奥くんですかね。まあ、やっぱ地下ってだけあって、こうモグラがいいんですかね。ではちょっと行ってみましょうか。はい、この階段を降りていきます。ここに浅草地下街の中に入っているお店の数々がね、描かれていますね。ではちょっと行ってみましょうか。もうこの辺からすでにかなり古い感じがするんですけどね。いや、こういうのとかすごいですね。どのぐらいの年月経ってるんだろうな、この油のこびりつき方、ね、なんかこういうよくわかんないけど、なんか壁面に貼ってあったパネルみたいのを水の漏れにしてるのかな。まあ、足元見るとですね、結構古い石の感じがして、若干水が漏れてたりする跡もあるって感じで、あ、今ちょっと水漏れてきましたね。はい、あ、ここはまずはそばうどんからですかね。ちなみにですね、ここも駅と直結してて、あっちに、銀座線の浅草駅があって、ここからこうつながってるって感じですかね。そば、うどんの美味しそうな香りが漂ってます。これちょっと見えてるのかな、なかなか暗いんで映像に映っているかちょっと不安なんですけど、なんかこの辺によく商店街であるステッカーの数々が貼ってありますね。こういうのもね、相当古いですね。なんか木の板がかけてある。で、ちょっとやっぱ水漏れしてますね。これがまたね、味あるんですよね。このカット専門店800円って書いてあるこの看板、理髪店の看板なんでしょうけど、これがね、目立ちますね。めちゃくちゃ古いですね。なんだろうこれ、なんか味のあるの一言ではちょっと済ませないような空気感漂ってますね。ただ古いだけというよりは、もう歴史の跡がもう積み重なってこの色になったっていう芸術作品のような感じになってます。こんな感じで DVD を売ってるお店もあります。ここが銀座線ですね。
れがまためちゃくちゃいいっすね、この札幌ビールの看板が。この看板っていうのもレトロ商店街の一つの魅力ではありますよね。旅行？トリップ？いや、あ、いや、ビューティフル、ビューティフル、すいません、あ、あります、あります、すいません、あります。いや、家の家電ってちょっと面倒くさくなって、こうやってホコリとかあんまり掃除しなくなるけど、まあここまで来ると果たしてどんな風を送ってくるのか気になりますね。はい、この屋根部分にもですね、このトタンの屋根というか、まあ、水漏れを防止するものがついてる感じです。まあすごい屋根も見応えある感じですね。浅草地下商店街の自販機ですね。ああ、やっぱりね、まあ、今結構流行ってるんで、まあ、ポケモンカードとかも売ってる感じですね。ポケカのね、こういうちょっと高めのものも、オリバも売ってます。なんぼやっても身につかんちゅうな英語やね。新兵器、新兵器でいこう。カシオ英和デジタル、こういうのをウォーキングディクショナリー言うんや。デジタルはカシオ。ザ・ビッグミニ、僕の名コンビレックスって可愛いな。 FF レックスコンビ、レックスコンビ F も大好評。だろう、オーセンティックっていう店ですかね。ベトナムとかその辺の雑貨屋かな。なんでしょうね、この写真蛇だと思ったら皿が重ねてあるっていう。あ、ベトナムの店でしたね、オーセンティック。ベトナムの雑貨とか売ってたり、まあ、こういう料理が楽しめるお店でしたかね。もうね、閉まってる店々もなかなか気になるお店が多いですね。中も全部レトロな感じですね。すごいですね、ここがなんか水漏れが起きてる感じですね。水漏れお気をつけくださいって書いてある。こういうところにもちょいちょいステッカーが貼ってあるというね。この辺がものすごい煙が舞ってますね。ちょっとカメラには映ってないかもしれない。
ちょっと白っぽくなってますね、空気が。このね、ちょっと水漏れに気をつけながら、ね、なかなかレトロなものがたくさんあるな。なんだこれ。次は6番出口かな。綺麗ですね、このコップがいっぱい飾ってある棚。香水瓶とか愛の棚に飾ってあると綺麗ですよね。なんかそれみたいな感じ、これとかね。この6番出口のところに謎に鏡がね置いてあるという、ね、あんまり普段こういうところも見ないんで、せっかくだから見ていくけど、水漏れがすごいな。開通50年、メトロ通りをメトロで乗り降り。あのね、フェイクグリーンもこう見てください、ホコリが溜まってて手入れがなかなか行き届かなくなるっていうのも逆に言うとレトロな良さかもしれませんね。でね、ここがね、何なんだろうな。忍者バーだ、忍者バー。あ、みんなこうやって忍者の格好ができるみたいな感じかな、ね、え、忍者バーだ。こう忍者になった人がこうやってコップで写真でこう飾ってもらえるみたいな感じですかね。やっぱりね、あの浅草は外国人観光客が多いんで、こうインバウンド向けのお店とかもちょいちょいあるんですよね。これは一体、トランクテトリスがあります。ここで行き止まりなのかな。あー、すごいな、ここが煙が一番溜まってますね。なんだろう、こうあっちの飲食店の煙がこう来て、多分ここに溜まるんでしょうね。怖いな。ここはトイレ、ちょっと女性の方が格上ですね。いや、しかしすごいな、こう空気の重さみたいのがあるとしたら、ここは非常に重いですね。また空気の密度もなかなかあるかなって感じで。なんかちょっとお祭りみたいな印象も受けるんで、ちょっと楽しいですね。文化祭かな、文化祭の感じっていうんですか。中心部分に戻ってきました。なかなか短い場所ではありましたね、浅草地下商店街で。でもなんて言うんでしょう、短いながらもここに詰まってる歴史の感じは相当深いですね。一個一個見ていくとね、歴史を感じられるんじゃないですかね、かなり、まあ、ああいうねプラスチック一つにしても、多分最初は白かったんでしょうけど、もう今となってはもう黄色というか、まあ、上の方なんてあの真っ黒くなってますし、こういうものっていうのもね、その歴史っていうものを感じるにはいい素材なんじゃないでしょうか。はい、というわけで浅草地下商店街散策してきました。いやー、すごかったですね。ここはね、もう本当にもう上のパイプからこういう屋根、もうこの上の天井から、このちょっとひびが入っているこの石の床から、まあ、壁やらお店やら、どれ一つ見てもこう歴史を感じられる、そんな場所ですね。
あそこにあるですね、蕎麦屋さんの香りがこうここにこう漂ってきてるんで、かなり美味しそうな匂いが漂ってます。あのレトロな看板も相当いい味出してるんで、まあ、そういうものを見に来るっていう感じで来ても面白いんじゃないかなと思います。あのちょっと自分が見つけられてない、あの動画に映ってないそういうレトロなものもまだまだあるんじゃないかと思うので、あと開いてない店も結構あったんで、まあ、ちょっとぜひ皆さんもねここ来てみてはいかがでしょうか。はい、そんな感じで、今回の散策はこの辺にしようと思います。また次の商店街でお会いしましょう。それでは。ご覧のスポンサーの提供でお送りしています。